宮崎県川西戸背番号1番アウトサイドアタッカーです。ご自身の得意なプレー、こういったプレーを見てほしいというところを教えてください。自分はやっぱり大会で身長は高い方なので、高いところから打てるスパイクとブロックに注目してほしいと思います。去年の大会出た時は195センチで登録してたんですけど、はい、今の身長はいくつですか？今は 197.7センチ。まだ伸びそうですか？はい、目標の身長はあります？目標はできれば2メートル低い。憧れの選手はいますか？憧れの選手は山本博弘選手です。なぜ山本選手か、2メートルの身長もありながらレシーブもでき、そしてチームの軸となったエースの左利きのエースアタッカーなので、そこに尊敬しています。ご自身の将来の夢、目標というのはありますか？将来の目標は、将来もバレーに関わって実業団や、そして全日本に入れるようにもっともっと努力して。ではまずこの大会、自分自身としてはどういったプレーをしたいか、チームとしてはどういった結果を残したいか教えてください。この大会ではやっぱり2年連続出場しているので、去年の経験もあるというのも大きいところなので、もっとチームでも大会でももっと自分が目立つようにチームをまとめて優勝まで目指していきたいと思います。ありがとうございました。